い、どうもピオキンです。今日はですね、トロールコースの一発マリオやっていきますか。で、今日のトロールコース、ザ・モンティボールかっこトロールで、モンティボールは何だと気になる方いるでしょう、きっと。なんで僕 Google で調べてまいりました。モンティボールを日本語に訳すとモンティボールらしいですよ。いや、マジで Google で日本語訳したらさ、モンティボールって出たんだよね。ただ一つ分かってることがあります。制作者さん見てください。アントニオさんが制作してますね。それじゃあやっていきますか。クリア率は 1% ちょいだったね。開幕殺しはあんのかな、どうなんだろう。いや、今回開幕殺しない感じだね。で、モンティボールってさ、僕の予想は今ここにしたモグラがいたじゃん、あの工具投げるやつだったっけ、スパナみたいな、多分あいつのことを指すんじゃないかな。いや、これトロールなんですか。初めてだな、このトロール。モンティロールこんなトロールコース見たことなくない？情報量多すぎでしょ、この人画面の中に。じゃあここ走っていけっていう感じかな。一旦走ってバネのところまで行ってみるじゃん。これが正解でしょ。届かねえ。それじゃあ右にね、2つの四角があると思うんだけど、あの四角の枠が怪しいよ。どっち、こっち叩いてみる。左叩きます。なんで何もないの。もしかして2分の1外したっていう感じかな。右の方叩いてみようか。こっち叩けば何かあるのかな。頼む、何か出て。ピンポンになりましたね。なるほど、店員さんが来るのか、このピンポンは。じゃあ土管に入っていきましょう。2分の1外してしまったね。また開幕、ここはピンを踏むしかないと思うんだよな。ピン踏んで右下に行く感じかな。頼む。なかなかやるね、このモンティロール。じゃあピン踏んですぐ左に行けっていう感じだね。そこだ。じゃあどうすればいいのよ。一旦ピン踏んで、このモンティロールが来るんでしょ、多分。そう、来るのは分かってる。そんで来た後にこっちに行けばいいんだ。うわ、怪しい。この四角、この四角絶対罠だよ。なんで左から行きます。そしてこのハテナは何もないでしょ、きっと。いや、どうしよう、このまんま右に行ってボム兵が爆発する。それで合ってる、きっと。熱い熱い。ピー。今日は長い戦いになりそうだな。僕の声が潰れるか、モンティロールが潰れるか、どっちかなんですけど、ここ右叩けばきっとピーが出る。あら、あ、わかった。ピーが鳴ってる間に早くこの右側に行かなくちゃいけないんだね。なんでここでピースイッチ踏むじゃん。そしてこのモンティロールを避けて早く右に行く。多分これで合ってると思うんだね。さあ、きっといけるはず。ジャンプ。よし、今ブブー言われたよ。大丈夫ですか。大丈夫。いやー、大砲がいる。戻って、何がいるの。おねじゃあ右上のハテナは叩かない方が良かったね。上のハテナ叩いたら多分大砲が出てくるみたいな感じでしょ。よしよし、ここで叩くしかないんだよな、このハテナ。モンティ。いや、どっから出てきた、モンティ。なるほど、そこに隠れてやがったのか。ポキャーン。そういえば最近ね、ツイッターでも発信したんですけど、家族で僕の動画を見てくれてる方がいて、そのお子さんがね、あのスーパーで売ってる魚を見るとさ、魚って叫んでるみたいなんですよ。いや、めっちゃ微笑ましいなと思って、それ目撃したら僕はなーって隣で言ってやろうかな。じゃあここは一旦あのモンティを待っておいて、石が降ってくるでしょ。この石もしっかり避けようか。そしてファイヤーボールでチャッカマンすればいい感じかな。ちょっとチャッカマンします。ちょっと噛んでしまいましたけど、ちょっとここでチャッカマンしますね。いや、できんね。このまま走ってしゃがんで上に行こうか。それでいいんじゃないの。よし、これで合ってる合ってる。で、上に行ったらまずそう。いや、こっちが合ってる。下がまだだよ、きっと。いや、土管の中やし、入れるんじゃないの。いや、入れないか。じゃあこの扉入っていきましょう。いや、ビルルル言われたけど、ここ中中間取れねくっそじゃあ一旦ここでさ、チビになってドアに入らなくちゃいけないっていう感じだったね。この状態じゃないと時間ポイントが取れないからね。さあ、中間ポイント次に進みましょう。これはファイヤー取れるのかな。ファイヤーは取れない感じか。で、左上に行く。それしかないよね。ただ上の石ブロックめっちゃ気になるな。上乗れない感じか。ちょっと頑張って乗ってみていい。おっ全然乗れてね。もう一回試してみるね。意味ない感じだね。じゃあもう土管に入っていくしかないんでね、この土管入っていきましょう。
さあこっから上に行くのが正解っぽくない？上行ってみます。どうなる？あっ、熱々熱々、大丈夫、これで合ってる。何もできない。それじゃあ上はフェイントだったね。一旦ここでボム兵を爆発させておいて、どうしよう、ここ上から壊していってみる。で右に行く。そんでここを溶かしてみようか。いや何もなんでか、こっちはこっち溶かしたらさ、あの砲台上に上がってきそうじゃない？なんですぐ右に行く。なるほどお前か。いや合ってんじゃないの、これほら熱いよ今。しかもさ、モンティ回避したし、ここで一旦チビになって右に行けるっていう感じでしょ。合ってる合ってる、ここだけ調子いいよ。さあここもジャンプしてあのモンティかわします。さあな。見た、あいつやられやがったよ。そしてここでアイテムが出ると思うんだよね。でここで上、上じゃないか。じゃあこのブロック壊して、どうしよう、入る、あ、入れない。嘘、このまま左行ったら何があるの？熱い。何この集中、素直にやらせてよ。羽田が落ちてこないでいいって、熱いで終わらせてよ。絶対他にも何が来るよ、絶対何か来る。このまま素直にやらせてくれるわけがないもんね。ほら。何やってんの、熱いの、あいつだけがダメになったんだよ。うわ、どうなるの、何なんだお前は。じゃあここは素直にドアの方に入っていきたいと思います。これが正解でしょ、っていうかこれしか、なんで。どういうことだろう、ちょっと待ってね、あのガリガリの中に行けってことかな。ちょっとそれで行ってみる。じゃあここでさ、キノコ取るじゃん。で左下のこのガリガリ、この場所なんかあるんじゃないのかな。なるほど、ここでツタが出てくるっていうわけね。そして登ったらどうなるんだろう。なるほど、右の方の進路が開けるっていうわけね。そしてこのまま右に。そんなホールインワンする？次はホールインワン専用に降りた瞬間すぐ左押すね。よし、これで合ってる。さあチェックポイントにって書いてるね。なるほど、右上にあるのか。あぶね。こっちは、え、なんか今かわそうとしてこの扉入ったんだけど、こっちで合ってんのかな、どうしよう。あ、いや、これかぶってさ戻る。俺は先にここ右にあるチェックポイントだけ取っておこうか。このドア罠なんじゃないの。いや取れないね。っていうことはさ、この扉入ってトゲベッドを持ってこいっていう感じだね。うわー、ここ投げろっていう感じでしょ。2分の1じゃんか、また僕の生きてる世界は2分の1じゃないんだって。頼む、下で合ってて。どうだ。なんでよ。それじゃあ次こそ当てます。いや当てれる気しかしないんだけど。でで合ってる。これで違ったらもうわけわかんないよ。いや意味わかんないでしょ。どうすりゃいいの。多分下の方で合ってたんだ。ここで投げればよかったんだよね。砲台の左に折れば大丈夫、そういう感じでしょ。このチョロプーには引っ掛けれませんでした。でここでベッドを手に入れて中間ポイント2が取れるっていう感じだね。さあ行きましょう。これでか、なんで。くっそー、死体球から、何なんだろう、絶対死体球。いやこれ簡単なんじゃないの。おいやあ、でもこっからだね。もう一回やられる的な感じ。え、積んだの、もしかして最初からかな。あ、いやでもなんか違うね。こっから砲台に乗って上に行ける。なるほど、これでもしかしてゴールの方に行けるみたいだ。ゼロから始めるトロール生活。さあ皆さん、もうゴールできると思います。この扉に入って何もしなければゴールへの道が開ける、そうでしょ。頼む、合ってて。どうだ、開くんでしょ。やった。絶対ゴールじゃねえか。やったー。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース。
めちゃくっぱ100体集めてみた。もうこのコースやりたくてやりたくてめちゃくちゃうずうずしてるんですけど、このうずうず感をみんなに分かってほしい。どのくらいうずうずしてるかって言ったら、お年玉もらって中身開けるときぐらいめちゃくちゃうずうずしてるんですよね。ただこのコースメガクッパ100体いるのに条件がついてるんですよ。その条件が何かが気になるところ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 2.73%。 うわ、メガクッパを全て倒してからゴールっていうことはさ、マグマかなんか上がってくんじゃないかな。あいや、ちょっといろいろな奇跡だってこれ。待って、もう一回どんぐり取らせて。このどんぐりを上に行く無理じゃねえか、もっと。これどうやって倒すの。ヒップドロップしてみるで。いや無理だって。いや、これクリア率 2% 以下だよね。 2% 台っていうのもちょっと謎なんですけど、どうしよう。このロケットにとりあえず倒してもらってみる。ちょっと壁にしがみついておこうか。やめに。いや、ヒップドロップして倒せるんだ。なるほど、もう一回、もう一回どっくりちょうだい。さあ、皆さん、こっから体勢立て直しだね。体勢を立て直します。来たんじゃない、これ。このままヒップドロップ。よしよしよし、あともうちょっと。わっ。さあ、こっから倒していきますよ、僕。いやー、これちょっと作戦立てよう。ゴリ押しじゃいけないよ、きっと。一旦ここでしゃがんでビームかわしておくね。あ、パンチが来た。ダメだ。あの左で待っておいたらさ、すぐこのロケットパンチみたいなのが来るんだよね。どうしようどうしよう。もう来すぎだって、いろいろと。まず、もうアイテム、ノーアイテム。すいません、全権撤回します。これはゴリ押しで行った方がいいと思うんだよね。このマリメ実況者本気のゴリ押しっていうものを見せてあげましょう。一旦僕だって何持ってるの。マリ、そんなものいらないでしょ。これ投げたらもしかしてワンチャン。投げるのが正解。投げる投げる投げる。あ、ヒップドロップ。よっしゃ、これは勝ったんじゃないの。ちょっと待ってね。よしよし、こいつはヒップドロップしよう。どうやって倒そうこいつ。やべ、時間かねえ。これ今気づきました。30秒しかないんだよね。しかも30秒以内でこいつらを全員倒せっていうことし、マジでこのロケットパンチきついなって。もう無理じゃんか、こんな。下からさ、こう投げまくった方がいいのかな。無敵時間を利用してちょっと投げまくってみる。どっかいるでしょ。いや、これはマジあるよ。またお前か。どっか行ってくれ。やっぱ行かないで。帰ってきてよ。いや、これマジむずいよ。クリア率 2% の意味が分かんないね。体感的にね、 0.8% ぐらいの感覚だね。いや、これなかなかいいんじゃないの。ちょっと待ってね、今度こそ行く。で、ここで一旦ヒップドロップして、ロケットが結構大事になってくるんだよな。最後にね、多分ロケットで倒さなくちゃ。絶対倒せよ。こっち来て、ロケット。なんかゴールできた。しかも皆さん見てもらっていいですか。ベストタイム更新しました。ご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ。いや、ちょっと待って、さっきのゴールはたまたま感があったよね。自称一発マリオ名人としてね、きっちりこのコースの攻略法をね、見出してしっかりクリアしていきたいと思います。で、さっきのさ、ヒップドロップ倒せると思ってたんだけど、これヒップドロップじゃ倒せないみたいなんで、なんでヒップドロップで残り2匹ぐらいまでちゃんとしておいて、そっからビームでやられます。いや違うんだって。ちょっと真面目にやりますね。まあいつも真面目にやってるんですけど、とりあえず最初にこの子たちをヒップドロップで倒しまくりじゃん。そして最後の2匹にした時に、あの持って倒せばいいだけ。多分それだけなんだよね。ちょっと見ててね。こっからヒップドロップじゃないで投げまくって倒すでしょ。投げまくって倒したら残り2匹になるんだよね。この2匹になった時に、こうよ。操作の言葉が全然ついてってねえけど、まあなんとなく分かったかな。しかもさらにベストタイム更新しました。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。